今日開会した安芸高田市の定例市議会。議会側と対立する石丸市長は、市議会の定員を半分の8にするための条例の改正案を提出しました。居眠りをする。一般質問しない。説明責任を果たさない。こんな議員はいらない。という声を多く聞いています。その上で市長は、抜本的な財政健全化の必要性や市民の評価に基づき、議員を16名に据え置く必要性と正当性がないという判断に至ったと説明しました。この改正案について議員からは、8人が補い合って活動すれば市民の意見の届く政治は不可能ではない、議員定数と議員報酬について住民の意思が反映されるよう調査し議論をしていくことが真の住民自治と考えます。賛成の諸君の起立を求めます。本会議での採決の結果、賛成1、反対14で改正案は否決されました。居眠りをする、一般質問しない、説明責任を果たさない、これこそ議会軽視の最たる例です。恥を知れ、恥を、という声が上がってもおかしくないと思います。どうか恥だと思ってください。議会の本来の機能としてあるべき形ではありません。